どうも。またお会いしましたね。怖がらなくていい。ゆっくり楽しんでいきなさい。さて、ステージ名はカオスシチ。すごく、普通の名前ね。カオスにふさわしいキャラを選ぼう。誰がいいかな？よし、サンタさんにしよう。プレゼント？君の分だけないんだ。おっといきなりダチョウが飛び出してきた。ちょうどいい。そのダチョウを生意気な子供にプレゼントだ。家の前に鎖で繋いでおこう。みんな落ちていったよ。これは落ちるなの。ダチョウが落ちそうだったから助けてあげたよ。でサンタさん女子トイレを覗いてる。えっち変態。お嬢さんにプレゼントを持ってきたんだよ。へへへへ。首ヨーヨーだ。本当だ。生首二つをブランブランさせて遊んでる。昔お祭りでよく水風船ヨーヨーを買ったな。それの生首バージョンね。トイレを覗いちゃったお詫びとしてプレゼントすればいい。逃げないで。おじさんは子供が大好きなんだ。おい待てそこは。もうあの子供のことは忘れよう。気持ちの切り替えが早いわね。それがサンタビジネスのコツですよ。こんにちは。プレゼントを届けるんでちょっと通りますね。あ、トイレ覗いちゃったけど気にしないで。任務最優先。子供たちに確実にプレゼントを届けるためには、多少の犠牲には目をつぶらないとね。サンタは大変な職業ですよ。妖怪ウォッチに興味がなくても、子供たちを喜ばせるために、妖怪ウォッチについて調べて、おもちゃを仕入れなければならない。でも今の時代、家に煙突なんてないし、ピッキングで鍵を開けて家に入ったら、おまわりさんに捕まっちゃう。もちろん現代のサンタさんはそんなことはしない。おもちゃを大量に仕入れたら、それをネットオークションで売るんだよ。おもちゃ屋で買うことができなかった子供にも、おもちゃを届けることができる。そんな素敵な職業さ。まあ、手数料のせいで値段は高くなるけどね。子供たちの嬉しそうな笑顔が好きなんだ。あとお金も。包丁を持った男が女性を追いかけているぞ。新しいタイプの料理番組かしら？いや、結婚指輪買えなかったから、包丁をプレゼントしようとして追いかけていたのかも。UFO が人をさらっていったわ。しかも隕石が落ちてる。オカルト研究者とテレビ番組の制作スタッフが喜びそう。オカルト本は金になる。このサンタは一体どこに向かっているのだろうか。どんなに危険な場所でもプレゼントを届ける。そんな闇社会ビジネスでもやっているのだろうか。ゴジラっぽい何かだ。背景ならば、怖くない。ゲロ吐きやがった。だねー。空気読んでくださいよゴジラさん。この動画見ながらご飯食べてる人もいるんですよ。多分。まあまあ、そんなに怒らなくてもいいじゃない。所詮ゲロなんて消化途中の食べ物と、胃液が混ざっただけの液体よ。いやいや、ウイルスとか入っていたら危ないですから、ノロウイルスに感染した時は死ぬかと思いましたよ。え、終わり？てってれー。次はこれをやってみましょう。ジェットボーイ、12秒ね。操作説明、シフトとコントロールでパンチができるんだね。さて、さっきからホイール要素がないんだが。そんな細かいこと気にしちゃダメよ。私たちの実況だって、ゲームに関係ない話ばっかりじゃない。それもそうですね。さて、やっていきましょう。いや、字幕が間違ってるかな。さて、やっていきましょう。ただいま操作方法確認中。銃で撃たれた。でもまだ死んでないわ。敵のアジトに侵入して、悪の組織をやっつける的な話かな？逆じゃない？悪人にアジトを壊される悲劇的ストーリーかもよ。あれ、動かなくなっちゃった。中の人が死んじゃった。無敵というわけではないんだね。無敵状態でも死ぬときは死ぬわ。スターを取ったマリオだって穴に落ちたら死ぬわ。すごく早いです。パンチをして前傾姿勢になったときにジェットを噴射すると、めちゃくちゃスピードが出る。また動かなくなった。あ、中の人のコアが落ちていく。
ピードを出しすぎないように注意するよ。いつ、どんな時でも、例えば人を殺す時でも、安全運転は常に心がけないといけないわよ。自分が死んだら意味ないからね。エイリン先生とのお約束よ。はーい、僕、制限速度を守る。えらいえらい、そういう素直な子、私大好き。エイリン先生に好かれるとは光栄です。この人何してるんだ？後ろからズブリしてもらう時のポーズだわ。あ、ごめん。顔踏んじゃった。今後踏まないよう注意するから許してね。きっと許してくれるわ。天国から私たちの活躍を見守ってくれるに違いない。感動してしまうくらい強引なご都合主義。おっと、ここからは水中戦か。ビキニのお姉さんとかいないかな。かっこいいスーツ着てるからモテそう。なんかボスっぽいのが来た。あいつを倒せということか？よろしい。ならば戦争だ。え、普通に通り過ぎちゃったけど。なんだ、ただの通行人か。次はこれをやってみよう。またこの親子か。なんかいきなり死にそうな感じですな。お父さんの華麗な自転車テクニックで攻略しないと。ここは一気に行くべし。ここは簡単だった。おじいさん何してるのかな。決まった、ここはおじいさんの処刑場だった。巻き込まれて死んじゃったわね。事故だわ。ちょっと通りますよ。避けないおじいさんが悪い。なんだこれ、ハサミみたいなのが暴れてる。なんでハサミが暴れてるんですかね。妖怪のせいなのね。おっと、息子に集中攻撃。引っ裂かれてしまった。体が引っ裂かれた。超やばい、上に引っかかって、それから落ちる。ピタゴラスイッチ。しつこくまとわりついてくるなぁ。あ、終わった。吹っ飛ばされたし。親子の絆を断ち切るハサミね。これ以上邪魔すんな。息子はくれてやるから。お父さんの命は。まったく、このハサミは欲張り屋さんね。君たちと遊ぶのは飽きたんだ。さよなら。むむ、あれは当たると痛いやつだ。息子に集中砲火。このステージは息子に恨みでもあるのかしら。息子は何もしていないっていうのに。特に理由がなさそうな状況でも、なぜか人を恨む人はいるからね。近づいちゃいけないタイプの人ですね。怖いです。今度は何が待ち構えているのだろうか。狙われてるわ。あ、はまっちゃった。だ、ダメだ。お尻に、先端がお尻に刺さっちゃう。じゃあ大変だわ。こんなに太いのが刺さっちゃうなんて。いけない。訓練していない人間に太いのを刺すのは危険行為だ。絶対に、絶対にお尻は守る。ふう、脱出できた。なんだ、つまらん。何を期待していたんですかね。さよなら、腕と息子。腕なしで自転車に乗ってるわ。一輪車に乗れるタイプの人ですね。斧がクリティカルヒット。自転車のタイヤでガード。ひどい、タイヤを犠牲にするなんて。手尻に一本刺さってるし。じゃあお尻に刺さったー。尻尾みたいで可愛いわー。次うんちするとき、お尻の穴が痛そう。こうしてまた大人の階段を一段登ったのね。尻に何かを刺しながら自転車で走るなんて、ただの変態じゃないか。見せたがり屋さんなのね。結構吹っ飛ばされるなー。ここちょっと難しいかも。当たらなければどうということはない。それ、大抵のゲームで言えることですよね。いてぇ、顔面にヒットした。でもなぜか死ななかった。脳震盪とか起こしてそう。あんな強くぶつかったら、普通頭が吹っ飛ぶわよ。こんな風に。やっぱそうですよね。死んだのにさらに攻撃を受け続ける。ビヨーン。怖いです。喉に矢を受けてしまってな。今回はいつも以上に死んでるわね。誤差の範囲内です。うまい、ノーダメージでここまで来れたぞ。
え、そんな。最後まで容赦ないわね。ああ、よかった。ここがゴールか。よかったらチャンネル登録してね。してくれたら、優しくしてあげるわ。覚悟した方がいい。これでいいのか。マインクラフトシリーズもよろしくね。